皆さん、こんにちは、アシェでございます。新生、引きこもり、パート9を始めていくよー。現在は1586年4月、シナリオ開始から約4年が経過。真田軍は辞表から出ずに、引きこもりながら、攻めてくる敵と戦い、天下統一を目指しているところ。前回では、川越城のある入間の地にて、真田と北条の合戦が行われ、結果は真田軍の勝利。すると、真田に味方する風が、またやってきた。この風により、忍城と岩槻城が真田軍に寝返り、真田軍はさらなる領土拡張に成功。しかし、城を10個持ったことになるにもかかわらず、その10に対し、人材の数は14。なんとも、恐ろしいバランスになってる。果たして、真田軍はこの苦境を乗り越え、天下統一への道を、歩み続けることが、できるのだろうか。城を10個確保することができた真田家は、ここから5年10年と、しっかり内政をしながら、人材もぼちぼち増やしつつ、やっていけば、しっかりとした勢力になるのは間違いないと思うんだけど、そのゆっくりを許してくれない人物、豊臣秀吉がいるので、かなり焦っている、というのが今の状況であり、心境であるといったところ。あと、なぜ、宿敵である徳川は攻めてこないのかって話なんだけど、これ、外交状況を見るとわかった。真田家は、今、豊臣家に従属してる。第一次上田合戦のイベントでそうなった。そして、徳川家の外交状況を見た時に分かったんだけど、織田信勝の織田家と豊臣家と同盟してて、北条とは婚姻関係。今、豊臣家と残り12ヶ月の同盟をしているので、家康は、豊臣に従属してる真田や上杉には攻められない状況みたいだね。なので、真田が徳川に攻められるとすれば1年後、ということになる。現在の徳川の最大兵力は6万を超えてる。初期は3万台だったと思うんだけど、どこにも攻めることができない状況が続いて内政を頑張ったんだろう。北条を超えた。今、真田は徳川に攻められると、徳川は北条よりもよっぽど武将が強いし、北条との挟み撃ちでボロボロになる気がする。やばいよやばいよ。あと、豊臣の従属を切らないと、やりたいけどできないことがあって、それがね、外交。できるならば東にいる伊達などは同盟をしておきたいんだよね。他には、勢力を真田に従属させて吸収することで人材を得る。いわゆる竹を従属させる、これもやってみたいけれど、それは隣接勢力じゃないとダメとか、その勢力が他と同盟してるとダメとか、条件があって難しい。ちなみに伊達家は田村家と婚姻してるので、この状況のままでは、伊達家と田村家は従属させられない。もっと言うと、徳川と北条も婚姻関係なので、この二つを弱らせて従属させるという狙いも、今の状態ではできない、ということだね。逆に言えば、豊臣もこれらの勢力を従属させるのは無理なのではないだろうか。あと、真田がどこかを従属させるチャンスが来た時、維新が重要になってくる、なので朝廷への外交も早めにやりたい。ただ、外交をするにも、朝廷外交をするにも、先立つものが必要。それが、今は、ない。やりたいけど、今は、できない。なので、豊臣と手を切るのは、財政をある程度安定させてからにするつもり。ということで、内政、頑張っていくぞー。おー。今回やり始めると、なんと士官の愚心が来てた。前回で東洋に失敗した大関高松じゃん。やった、やったぞ。優秀なイメージ。必ずや全うします。城取るたびに、影響力が上がって士官が来るってことか。さて、新しく取った忍城と岩槻城の城主。任命できる侍大将の残りは3人だけ。とりあえず、忍城だけ任命。沼田で内勤をしていた内勤に任せよう。感謝に達すぞ。岩槻城は、敵の目標にしてもらうために城主はモブ城主に任せる。ここが一番、古賀城に近そう。大きな戦いがしたいところ。よし行こう、時間を進めた。使えてみるもよいか。おお、大関高松、自約86、政務80もあるじゃん。いやー、素晴らしい、素晴らしすぎる、これは嬉しい。さあ、行くさぞ。そして、八形城を攻めてきてた敵は倒した。おおっと、岩槻城に来た、来たけどなんか少ないぞ。全国の部隊を目標相当で確認すると、岩槻に来てる北条部隊は6だった。8以上でやりてーよー。とりあえず、月あらば騎乗。内政官は置いて、軍港を上げるため、組頭の大関高松を連れて行く、城主になれるようにしたい。
沼田の商用を鍛えても、他誰かに任せるとき政務が高くないと大損しちゃう。おーっと、これは、お市場に1万来たか。分けて狙ってくるんだな、やばいぞ。しかし、このお市場範囲、羽生の軍で、大きな合戦ができないだろうか、なんかここと隣接軍を敵は通ってくるぞ。よし、ここだ、ここしかない、ここに部隊を集めるぞ。敵が制圧して通過する前に間に合うかどうか。うおお、来たかも、上位集落の音。やった、やったぜ、金山、来たー。お金と労力を使わずに待ってたのよ、これ。建設に費用3000か、いいよいいよ、ちょうど残ってる、やったぜ。始めようぞ。うわぁ、洪水か、やめてお願い。え、これは。セーフ。よろしいですか。豊臣と織田の同盟が切れたか、織田が切り取られそうだ。あ、新田金山の近く、敵が邪魔ですね。敵を叩くぞ。制圧される前にやってしまおう。あ、来た、上位集落の音。よっしゃー、金山二つ目来たー。いいぞいいぞ、条件がいけても全然出ない上位集落もあるから。ここへ来て運が向いてきたんじゃないか。お金が足りないから来月だな、これは。いや、鋳造所の建設が先か。倒した。新田金山の軍にいた敵も巻き込んで倒した。うおお、いい感じだぞ。敵が集まってる集まってる。蜂はいるぞ、蜂はいる。ここらを制圧される前に、ここがもっと来てくれ。うわ、鈴木さんとこボロボロだわ。工作痛いよ、マジで。あ、いけそういけそう、どうだ。うおー、ナイス、やった、キュー来た。これは嬉しい、いいぞいいぞ。あ、そうだ、合戦の前に攻略目標の設定をしておかないと。小賀城にしておこう、間違いなく風は届く。このはよし。羽生の戦い。あ、ここか、どこかでやったマップだ。中央にコブがあるやつ。敵の兵がそこそこあるから、捕獲とかじゃなくて勝つだけでいいぞ。回線じゃあ。いろいろと考えたけど、前回やったやり方をすることにした。敵に要所を取らせない作戦。鉄砲隊。中央をしっかりと抑えに行くぞ。あ、やっぱ、前の綱重と同じで総大将が中央に来るのね。素晴らしい。中央のコブは敵に渡さないぞ。妙に強い宇治国には雪村を当てよう。勝機、見えましたぞ。万歳。敵に痛手を当てます。要所をしっかり取れば自然と有利になるはず。よしよし、高台種重。今が好機ですぞ。やりました。ここで今我が戦法を見せてやろうぞ。よしよし、これで敵の要所はゼロ。要所効果で、鈴木さんの能力が防御92攻撃99になってる、強い。これで要所、全取り。よっしゃー、引きが振り切って勝ったぞ。被害1566、いいよいいよ、十分十分。よし、重政、これで侍大将から武将になれるだけの勲功が溜まったぞ。これは、必要なことだった。さあ、威風、どうなるんだ。我らが価値を大いに掲げよう。おー、古賀城と結城城の二つが寝返ったぞ。そして、目標制圧を達成。二人に勲功500、いいぞいいぞ。よっしゃ。来たぞ、維新が150になった。
まさか、こんな形で早々と150に行くと思ってなかった。ただ、制度改新、今すぐはできないみたいだ。正幸が金山をやってて、武将の身分の武将が足りない状態。重政が次の論功交渉、7月にあるんだけど、そこで武将になる。今は5月の下旬なので、1ヶ月と少し待たないといけない。そしてこれは統治範囲限界。このあたりが、限界来てる。でも、北条領のこっち側を取りたいね、まだ。このあたりを取って、変に分断すると、まとまって攻めてきてくれなくなるとか、ありそうな気がする。まあ、こちらは相手の攻めに応じて対処するだけだから、選ぶことはできないんだけどね。とりあえず、遊騎場には、城主は置かないでおこうかな。ここに敵を誘ってみよう。申し上げますぞ。そして、進めようとすると、士官の武神が来てるのが分かった。喜んでかかりましょうぞ。すげえ、やっぱ城を増やすごとに、これはあるのか。おお、織田森春か。精神誠意、お仕えします。妙にフェニックス一家が真田に来るな。まあ、いいぞいいぞ。岩月城にまだ来てる敵がいるので、それを排除しに動いてる。おお、6月になって石高が増えたのか、最大労力が7になったぞ。ここで、岩月城の城主に、川原さんを任命しよう。川原さんは沼田での内政を終えた。そして、時間を進めると。頂上です。よっしゃー、金山町の建設が完成したぞ。嬉しいよー。これでまず、沼田の商用はプラス2500。収入は300くらい増えた。もう一つの金山の建設は後回しにして、先に鋳造所を建てよう。両方をやるお金がない。正幸は制度改新の仕事が控えてるから。お任せください。織田智春にやらせた。期間は約2ヶ月半。動くべき時は今ぞ。うおー。遊騎場に来たぞ、約2万。結構、まとまってる、北条、ちゃんとお返して攻めてるじゃん。部隊情報で、遊騎場に攻めてきてる部隊数を数えてみた。すごい、すごい数だ、12部隊だよ、12部隊。これ全部と戦えるなら、人分の話だと、威風大になるぞ、すげえ。まあ、綺麗にまとまらないと思うけれども。あ、鈴木さんが迎撃に出てるな。そこはダメ、江戸城の範囲だ。城主置くのも考えものか。こっちに行かせよう。よし来た、月が変わった、7月、収入が入り、論功交渉がある。お、川原さん、また目標か。おお、合戦で1回勝利とか、楽なやつじゃん。報酬は軍功500が3人か、大関高増がいるの嬉しい。心得ました。感謝いたすぞ。お、侍大将にも2人上がってる、城主にできる。それで、収入が入ったからいける、金山開発。正幸は政策で使うから、大関さんにさせよう。期間は78日、約2ヶ月半。頼んだぞ、大関さん。わかり申しました。そして、政策、制度改新のレベル上げ。よしよし、いけるいける、やったぜ。発令までの期間は126日か、約4ヶ月、これは仕方がないな。よろしい。よし、進んだ、なんか進んだ気がする。ここから金山を開発して鋳造所を建てて、そこで得たお金を使って、さらに収入を増やしたいところだ。まあ、内政的、政策的にまだまだ序の口なわけなんだけれども。さて、どうなっていくのだろうか。続きは次回。では、またねー。